ありがとうございます。あなたの心の歯科第一画伯です。はい。歯科。はい、こっち来い。こっち来い。ということでね、こちら越後一宮弥彦神社に来ております。こちら神社すごく大きくて、ロープウェイで山の上にも行ったりするんですね。で、やっぱり観光シーズン、日曜日もあるんで、すんごい人多かったです。犬も連れてくる人めっちゃ多いし、ちょっとびっくりですね。まあ、鹿がいますからね。で、ここのご祭神は、雨の籠山の御子と、まあ、天照らす大神の御子ということでね。はい。それともう一つ、あるんかな。四拍手です、ここは。正式には2礼4拍手1礼ですっていうのも、多分天照大御神の御子ということで、やっぱそういう特別な感じになってるんじゃないですかね。まあ、4拍手のとこ、今のとこ出雲大社とここだけですね。まあ、伊勢神宮はまた別で違いますけど、まあ、特に4拍手しないとダメっていうわけではないんで、正式な方法はこうそれですよって知っておくことが大事ですね。はい、こっち来い、こっち来い。スルーですね、はい、ということで今日はもう間が時です。そして何よりここ越後ですんで、まあ、僕も初めて来る年です。ですから水とかそういうのを触ったりするのも大事です。その地盤のエネルギーを得るっていうのもね。まあ山も散々やったけどもね、まあ頑張っていきましょう。はい、こっち来い。どうもーゆっくりですー。今年ももう12月に入り、忙しい時期になりましたが、皆様は風邪などひいておりませんか？師走とも言われる月で、あっちこっちに走り回っている方々が多いでしょう。画伯もいろいろと走り回っておりますよ。ともかく、怪我のなきよう年越しを迎えたいものです。さて、今回は新潟県弥彦神社に来ておりますね。早速この神社のいわれを楽しく紐解いてまいりましょう。弥彦神社の創始については不明な部分が多いが、弥彦神社の社伝によると、御祭神の雨の籠山の御子とは、弘安天皇元年紀元前392年2月2日に越の国の開拓の神業を終えた後に崩御し、御剣峰弥彦山に葬られ、御子である雨の痛めの御子が描写を築き奉仕したことに始まる。かなり壮大なスケールで考えないといけないことだけど、紀元前だからね。すごいよね。崇神天皇の御代。
紀元前97、30年に竹諸澄の命が勅を奉じて社殿を造営して以来、歴代の天皇の勅による社殿修造がなされ、元明天皇は同4年711には勅により神域の拡張と神戸及び神領の境を定めたと伝えられております。よって弥彦神社は御創建から2400年以上の歴史を有する神社ですと言い切っております。こんな社殿があるってすごくない？あとさらっといろいろな神様出てきてるけど、歴代の天皇と神様が一緒にいろいろしているってとんでもない世界だよね。今なんで神様がいないのか不思議なくらい、八百万の神々っていうだけあって、雨の種の御事が何々、竹諸澄の御事が何々って説明できないくらいなんだよね。まあやろうと思ったらできるんだけど尺がないからやめておきましょう。で、今回は神社名でもある弥彦様、雨のかぐやまの御事について語ってまいりましょう。弥彦神社は弥彦神社というのが始まりで、弥彦神社と書かれていました。弥彦の大神こそ雨のかぐやまの御事で、別名高倉寺の御事で、皆様は覚えてられるでしょうか。鹿島神宮のご紹介時に神武統制のお話をしましたね。紀州上陸の際に熊の荒坂で荒ぶる神が大きな熊に化けて全軍を戦意消失させてしまい、神武天皇が窮地に立たされる。その時に竹三勝地の神が現れて、普通の御霊の剣で助けたと熱弁しましたよね。あれ、実は竹三勝地の神が現れたのではなく、天照大御神と高見結びの神が行ってくれと頼んだ時に、我が行くまでもない、この剣を高倉寺の御事に落としましょうぞと高倉寺の御事に授けて、お前にこの剣を与える、目が覚めたら天つかみの御子にこの剣を献上しろとその大役を任せたのです。丸投げって言うんだろうけどね、めんどくさがり屋さんなのかな。いやー、でも神話ってほんと奥が深いですねー。鹿島神宮で解説しきったと思ったのですが、まだまだ裏がありますね。画伯の神話を語る回、いつになるのかわからないけど、楽しみだねー。話はそれましたが、雨のかぐやまの御事は、そういうご祭神なのですよ。ということもあり、雨のかぐやまの御事は武人からも、数形を集め、宝物殿には日本有数の王たち、志田の王たちがあったり、源義家や源義経、上杉謙信などと書院がある部分などもあります。また物の部神社や石神神宮で行われる鎮魂祭もあったりします。弥彦温泉も賑わっていて、参拝と温泉というコラボレーションが人気の様子で、若い男女がたくさん来ていたということです。まあ画伯は若くはないけど、若く見えるから、周りからするとそういう風に見られたかもねー。もう一度ゆっくりとできる時に行きたいと画伯も言っておりますので、弥彦様、画伯をよろしくねー。諸神社ってのがこれがだから十中神社で、これが山頂の方に行くロープウェイの道みたい。そこが何？そこ別にお社じゃないな、祈祷殿かなんかかな。バスが止まってるなと思ったらそういうこと。
っちが表参道。すごい、ホテルの脇道に書かれているお社。すごいですね。お、なんか変な虫の卵のようなものがあった。二宮神社でした。島みたいに話しがいではないみたいですね。おい、こっち来い、こっち来い。もうこの時間になると神社のお社様もちょっと姿を変えますよ。諏訪大社様、諏訪の神様は大変なと神社の姿を変えます。原井戸神社ですね。弥彦神社へのアクセスは車なら北陸自動車道、三条燕インターチェンジより約13キロ、約30分。
牧方東インターチェンジより約15キロ、約30分。電車なら、上越新幹線、燕三条駅で、弥彦線に乗り換え、終点弥彦駅。信越本線、東三条駅、または越後線吉田駅で、弥彦線に乗り換え、終点弥彦駅。弥彦駅より神社まで約1キロ、徒歩15分ほど。バスは走ってないみたいなので、タクシー利用すると、東三条駅より約18キロ、約40分、吉田駅より約5キロ、約10分、燕三条駅より約13キロ、約30分、弥彦温泉でゆったりとした時間を過ごして、弥彦山にロープウェイで奥宮に行ったり、快適な時間を過ごして弥彦神社に、ぜひ一度お参りください。はい、というわけで弥彦神社行ってまいりましたね。弥彦神社と書いて弥彦神社です。はい、こちらまあ途中でも言うてますけど、四拍手のとこって、まあ、結構出雲大社以外に知らない人たくさんおると思うんですけども、結構あります。出雲系とかあるんですよね。まあ広い、もういつも広い言うてますけど、こちらのロープウェイで弥彦山の上に登れます。で、奥宮お参りできますね。まあ結構すごい神聖な感じがするらしいでしょ。この麓の賑やかな温泉地ですから、賑やかな感じではなく、まず荘厳な感じで、すごい空気感も違うらしいです。あと大鳥居が全然違うところにあります。ここも鳥居行くんやったらナビで大鳥居、弥彦神社大鳥居って検索して行ってくださいね。はい、ということで鹿もおるし、弥彦神社なんで鹿おるんやろね。まあ、鹿が神聖な神様の使いやってされてるのは分かるんですけども、っていう割にはなんか昔狩猟とかで鹿飼ってるとかっていうのはありますけど、ちょっと分かんないんですけども、まあいうことで弥彦神社でした。この動画いいと思ったかと、弥彦様にお願いに行きますっていう方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の一旅でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。あるはずさ、世界に素晴らしいことが待ってる。何度くじけそうになっても僕らの未来は歩き出す。僕らの未来は歩き出す。